任天堂 3DS で子犬や子猫との新しい暮らし始めてみませんか？任天ドッグスプラスキャッツ。任天堂 3DS は上画面に 3D 映像が表示されます。ここで子犬や子猫たちの様子を見ることができます。 3D ボリュームで立体感の強さを調節したり、 3D ボリュームオフにして 2D でお楽しみいただくこともできます。下画面はこれまでの DS と同じようにタッチペンで操作します。まずは子犬を選ぶところから始めてみましょう。犬種を選び、どの子犬と暮らすかを決めます。同じ種類でも毛の色や体格、性格などが少しずつ違うので、自分のお気に入りの1匹を選んでください。部屋に連れて帰ってきたら名前をつけてあげましょう。子犬に向かって呼びかけます。コタロー、コタロー、コタロー。繰り返し呼んであげることで名前を覚えます。コタロー。名前を呼ぶと子犬は喜んでやってきます。子犬のシルエットをタッチペンで撫でて可愛がってあげましょう。また子犬はあなたの声や顔を覚えていきます。顔を画面に近づければペロペロと舐めてくれることもあります。見慣れない人が声をかけたり顔を近づけると子犬が警戒することも。続いて子犬と遊んでみましょう。顔やお腹を撫でてあげたりはもちろん、グッズを使って子犬と一緒に遊ぶこともできます。遊び疲れたら水や餌をあげましょう。また遊んでいる様子や可愛らしいポーズなど、いつでも子犬の写真を撮ることができます。この映像の中ではお見せすることができませんが、写真はもちろん 3D で撮ることができます。子犬にお座りを教えてみましょう。子犬のシルエットの外側をタッチペンで素早く下に動かすと子犬が座ります。この時にお座りと呼びかけます。お座り、お座り。これを繰り返すことで子犬は芸を覚えます。お座り、お座り。一度芸を覚えるとお座り、子犬は掛け声だけで芸をするようになります。お手。次は子犬を散歩に連れて行ってあげましょう。リードを引いて一緒に散歩します。草むらがあったらおしっこをさせてあげてください。うんちをしたらちゃんと拾いましょうね。汚れた体をシャンプーできれいにしたり、子犬にアクセサリーをつけておしゃれさせてあげたりすることもできます。子犬と暮らす毎日に慣れてきたら、新しい別の子犬を飼ったり、子猫を飼ったりすることもできます。子猫は子犬と比べるとちょっと気ままな性格です。時々部屋から勝手にお出かけすることも。任天堂 3DS の電源を入れたまま持ち歩けば、すれ違い通信を行うことができます。他の飼い主さんとすれ違うと、飼い主であるあなたのミーや子犬の情報を交換します。 3D 写真を一緒に送って、自慢の子犬や子猫を見てもらうこともできます。すれ違った人のミーと子犬に散歩などで出会うことも。任天堂 3DS 本体についている AR カードを使うことで、子犬ともっと触れ合うことができます。 AR カードを任天堂 3DS のカメラで写すと、手のひらや机の上に子犬が現れます。
子犬と一緒に写真を撮ることもできます。任天堂 3DS で始まる子犬や子猫との新しい暮らし、ニンテンドッグスプラスキャッツ、3つのパッケージから選べます。トイプードル&ニューフレンズ、フレンチブル&ニューフレンズ、シバ&ニューフレンズ。本ソフトは任天堂 3DS 専用ソフトです。任天堂 DS、DS ライト、DSi、DSi LL では遊べませんのでご注意ください。